実はね、後で彼も言うかもしれないけど、この曲はそのかの関白宣言っていうんですか、あの名曲の実は続編といいますかね、あれのアンサーソングだということなんですね。言葉は出ましたよ。アンサーソングって、アンサーソングってのはどういうこと？なんとか宣言とかですね、いろいろ出ました。良妻宣言とかですね、わんぱく宣言とか、いろいろ出たんですけれども、やはり、自分でも一つ面白半分に、これあくまで真剣にと受け取られると、またいろいろと方々で書かれたりするので、面白半分にというふうに言っとくのは一番問題ないんですけど、自分のあの去年大騒ぎになった関白宣言、あの続編を仮に作るとすれば、どんな内容の歌にするだろうか。それはいろんな可能性があるわけです。例えば、結果的には嘘だったとかね、なんかあの最終的には騙されたとか、なんかそういうものにするか、あるいはそのああやって、まあ、もし無事に、関白宣言の通りにうまくいったとすれば、最後は悲惨な結果を招くかどうかとかね、いろいろ考えたんですけれども、やっぱり、僕ら生きていると、子供たちの顔を見ると、やっぱり自分たちの、あとは子供たちに、バトンタッチをしていくというようなわけで、子供たちとそれからその親たち、どんな生き方が、してみたいか、してみたいかで、したいかではない、とそういうことをはっきり言っておかないと、またいろいろ問題にならないとも限らない。かなり良い周到に、まあ、バカなこと言ってますけど、そんなつもりで、作りました。タイトルが、大きな森の小さな物語という、歌でございました。伝説と書いて物語と読む、これは山本直純先生の発案でございます。私だいたいさだまさしの歌っていうのは嘘の漢字に嘘の言葉を振るというんで有名な場合があるわけでございますが、今回もまたちょっとかなり無茶苦茶な振り方をして、これは私でございます。山本直純先生の大きな森の小さな伝説って言うんだよね。大森商店って言ってたんだよね。大森商店なんか蕎麦屋みたいで、大森とうどんかけみたいだけどの大森商店をお送りいたします。大きな森の小さな物語でございます。歌えるかな。怖いわ。お前と一緒になったあとは、二人で大きな森へ行き、小さな小さな家を建てるのだ。丸太小屋に煙突つけて、森のシマリスやキツツキは素敵な仲間になるだろう。別に怖いものはないが、蛇だけは苦手だから、お前頼む。それからお前は川へお洗濯に、俺は山へ炭焼きに。お前大声で下手な歌を歌う、俺は切り株でバイオリン。
そんなに上手には弾けないんですけどね。ただまあそういう夢もいいんじゃないかと。やれ。子供ができたら勉強はどうでもいいから、健康で野うさぎ追いかけ、野菜を育てて、空と土と愛するように。俺が奈良の木とひっこりで上手に燻製を作るから、他に怖いものはないが、ゴキブリはよろしくないので、お前ら頼む。鹿肉の塩の加減覚えたなら魚釣り教えよう。子供は男女どちらでもいいから、爽やかで勇気があるように。雷に火事嵐、みんなで頑張って乗り越えよう。誰かが病気になったなら俺が担いで町の医者まで走る。花が咲いた奈良のいちごやキノコを取りに出かけようか。俺は怖いものはないが、熊だけは大変強いので、みんなで逃げよう。月に誘われて夜は丘に登り、みんなで星を数える。静かに語り合うのさ。でもやっぱりだんだん人間は年を取るもんで、年を取ってきたらば人は昔から年老いていく。あなわけで、歌を続けたいと思います。よろしいですか。いいかな。時の流れは全てを変えるだろう。子供は巣立ってゆき、俺とお前の二人に戻るだろう。初めの頃のように、お前は相変わらず川へお洗濯に、芝刈りに。お前大声で下手な歌を歌う、俺は切り株でバイオリン。
大きな森の片隅で過ごす俺たちの生き様は小さな小さな物語として子供たちが語り継ぐだろう。俺たちがいなくなっても子供たちよ胸を張って俺たちの墓を乗り越えて歩け新しい物語のために。